ばんは。今日はですね、まあ、自粛生活ということで、今外にねなかなか出れないので、お家でね実験をしてみたいと思います。もともとね、科学とかね大好きで、でもよくいろんな実験をキッチンでやっていますが、今日はですね、化学反応です。二酸化炭素が発生する化学を、ね、起こしてみたいと思います、うん、ではちょっと材料から紹介しますね。はい、ですね、クエン酸が入ってるんですね。酸っぱい成分ですね、レモンとかのですね。これをまず入れます。溜まってますね、これ。そしてその次に、これ重曹です。これちょっと色ついてますけどね、ブルーの。こちら入れましょうね。重曹はね、いろんなことに役立つからね、みんなお家に持ってるでしょ。はい、これはちょっと混ぜていきましょうね。溜まってますね、クエン酸が。まあ後から溶かすから、まあ良しとしましょう。そして、同じようにですね、まあ全部にとりあえずクエン酸と重曹を入れていきましょう。自粛生活もね、まあ楽しみがあればなんちゃらないですね。まあ、しばらくはね、やっぱり探索とか廃校探索とかに出れないので、ね、まあお家もあるんですけど、ちょっと別の、ね、趣味の楽しみを動画にしてみたいと思ってます。これね、最終的にはね、まあ色がちゃんとついてある状態になりますね。お家にあるものでしょ、できるね、これ、うん。今日はね、ちょっと市販のキットをね、買ってやってますよ。どんな風になるんでしょうね。実験楽しいですね。これ多分ね、まあ、小学生くらいだと喜んでくれますよ。もしかしたら、良い子のみんなも見てくれてるかもしれませんね。その YouTube は大抵、おじちゃんたちが多いはずですね。はい、そしてこれちょっと置いといて、次はですね、これ紙コップの中にお水が入ってるんですけど、まあ4種くらいかな。こっちがちょっと多いかな。この中に何を入れるかと言いますと、これね、ポリビニルコールという液体ですね。入れます。あ、一個一個やっていこうね。ちゃんと入れます。一個ずつやっていきましょうね。はい、そしてね、これを混ぜます。匂いあるかな、匂ってみる。無臭、なんでもね、すぐ匂う。はい、混ぜました。そして、まあ、さっきのクエン酸と重曹の中に入れるわけですね。どうなるか。じゃあまずちょっと待って、これからね、これにじゃあ入れます。しとこうか。なんかすごい、ちょ、やばい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 。これ倒れるね。あ、やばい。これ今化学反応が起こってますよ。化学反応。分子同士がね、移動して出会っているわけですね。あ、これちょっと、わや。やば。これすごいね。
次、もう次にやっちゃおうか。はい、次次次は、これは何色だろう。ポリビニルアルコール、ね、作りましょうね。まあね、実験するときはね、あの汚れてもいい感じのところでやってください。お母さんに怒られます、ね。ちょっと待って、これずらしましょうね。はい、次次次次次いきますよ。何色になるんだろう。あ、黄色だ、黄色黄色。おおおー、ちょっと待って、すごいなこれ、すごい。へえ、だからクエン酸と、重曹、そしてポリビニル、ポリビニルアルコールに水を入れて混ぜると、これすごいな、これまた泡出るのかな、まだ泡立つかな。あ、これも並べたいね。ちょっとこれももう一個入れよう。これ信号機じゃん、赤青黄色。あ、違った、グリーンだ。おー、ちょっと待って、これめっちゃ元気いい、これめっちゃ元気いい。やばいやばい、これやばい。ちょっと混ぜる間もなく、おー、すごいねこれ。ちょっとなんか食べ物みたい。泡立ち方が違うね。なんでやろ。黄色めっちゃ泡立ったのに、赤元気ないな。あ、水の量がちょっと違ったとかな。混ぜてみる。うわ、なんか固まってきた。ほら、キモい。あ、なんかダメになった。あ、なんかすごい、これ終わった後すごいね。ほら、あ、気持ち悪い。最後こうなるみたい。うわー、これ絶対親に怒られるパターンですよね。こちら、ここなので多分水の量が微妙にちゃんと測ったのにな。こんな感じですよ。うん、こんな感じ。最後はこんな感じ。面白いね。そうでもないか。自粛生活の実験でした。いつもご視聴ありがとうございます。 YouTube、去年の秋ぐらいからと動画を上げていますが、600人を超えました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。